ケークの翔太です。ザサンです。今日も最後までよろしくお願いします。お願いします。毎週日曜日のゲーム投稿の日。はい、何やねんその低いテンション。え、テンション上げてかんか。今日やるゲームに関しておいらもね、テンションが上がらないっす。上がんないっすか。上がんないっす。上げていかんですね、やっぱり。まあね、ゲーム投稿の日、はい、今回もボドゲを用意しました。ボドゲ、カードゲーム、はい、前回が、ワードバスケットっていうね、なんか投げ込んでいくやつです、はい、しりとりのやつです、はい、今回はね、またそんなスピード系のやつなんですけど、はい、うん、このテンションのは私がね、やりたくない状況。どうなんですか。北斗の拳、世紀末、断末魔遊戯です。ですね、うん、です。断末魔遊戯、うん、はい、うん、なんかね、これね、何種類かできるんだけど、今回やるのは世紀末百列遊戯。断末魔を響かせながらカードを減らせ、一瞬の判断が鍵を握るハイスピード勝負。まあなんかね、こんなのをちょっとね、やってみたいと思います。面白そうじゃないですか。うん、なんかね、苦手な感じ。なぁなぁじゃねえよ。ダメですか。そんなに上がんないですか。うん、まあ上げていきましょう。うん、ということで、今日は北斗の拳世紀末断末魔遊戯をやってみたいと思います。イエイ。原さん、ありがとうございます。もうなんかゲームに心が入らないんで、ちょっと後で説明書を読ませていただきます。ということで、最後までご覧ください。北斗百列拳トナナカナナカー。はい、石棺。ルールがね、よく分かってないですよ。まずね、これが断末魔カードっていうのがね、72枚あります。はい、それぞれ断末魔が9種類、それぞれ4色、青、黄色、緑、赤っていうのがあります。でね、これ2種類あるんです。場面カードとセリフカード。はい、場面カードっていうのはね、こういうやつ、漫画のワンシーンですね。で、あとね、セリフカードってこういうのが。でね、あとね、このセリフカードの方になんかね、こういう風なのが書いてあるんですよ。上と下に、名言、殺されたことに気づかなかったようだなっていう、このね、パターンもあるんです。だって殺されてないもん。殺されたことに気づかなかったようだな。だって殺されてないもん。あ、そっか。じゃあしょうがね。そう、まずね、カードを手元にそれぞれ配ります。はい、まあこれね、ざっと今ちょっとちゃんとやるときは配りますけど、半分ずつ配ったら、まずね、ここの山札が最初になくなった人の勝ち。はい、でなくし方としては、まず手元に4枚出します。これが出せるカードなんです、自分の、まあ、手札みたいなもの。そうそうそう、中央エリア、まあこの場のところなんで、はい、ここに1枚まず裏返し出します。それで一斉の背でめくったらゲーム開始です。そうすると、今オイラのとこにはこの黄色のニチャっていうのが出てるんですよ。翔太のとこには緑ので、死にたわって出てるんですよ。場面カードね。うん、場面カードとセリフカード。はい、例えば赤のね、ヒデムっていうのがね、場所にこれが出たとするじゃないですか。大きめじゃん、実際に。はい、そうしたら出せるのは場面カードの上に、場面カードは出せないんですよ。でこれはダメってことですよね。そうそうそう、はい、場面カードの上には必ずセリフカード、セリフカードの上には場面カード、要は交互になってる。はい、出していいカード、このね、死にたわってセリフは違うんですけど、同じ赤なんで出せます。ウノ方式ですね。ウノ方式です。もしくは色は違うんだけど、ヒデっていうのはこれも出せます、同じ文字なんで。まあウノですね。うん、ウノですね。で、同じヒデブなんですけども、はい、同じ場面カードが次には出せないんです。まあまあまあ、セリフカードじゃないと。はい、はい、はいはい。それなので、これは無効となります。全くセリフも色も関係ない。例えばこのターバっていうのは、これ出せません。うん。だから出せる可能性としては、場面カードの上にはセリフカード。同じ色か同じセリフ。はい。で、出すときに恥ずかしいんですが、はい。非常に恥ずかしいんですが、はい。あ、おいら、この、死にたわを出そう。出すときに、死にたわっつって出さなきゃいけない。そんなテンションじゃダメでしょ。はい、もう一回やりますし。死にたわっつって出さなきゃいけないんです。だからもう順番関係ないです。トランプでスピードみたいなやつです。それが自分のとこでもいいし、翔太のとこでもいいし、出せる場どんどん出していきます。手元にあるね、この4枚の中で、はい、で例えばこうやって出していきました。でここになくなったらどんどん補充してください。
で4枚常にやるような感じで、お互いもう出せませんよっていう状態になったら、もう一回裏にして、せーの、ポンで、ああ、そういうこと、うん、リセットじゃないですか。リセットされて、はい、いく感じです、はい。でね、このセリフが書いてあるやつ、こんなカードもあるんですよ。これは、殺されたことに気づかなかったようだなっていうのを、例えば、オイラが出した場合、一回ゲームそこでストップします。で、殺されたことに気づかなかったようだなっていうのを、オイラが言わなきゃいけないんです。オイラが出した場合ね。そうしたら、言った人以外の人、まあ今回は翔太しかいないんで、翔太がタワバって言わなきゃいけないです。オッケーです。タワバってした瞬間にまたゲーム再開です。オッケーです。で、そこなんで手元の4枚からね。わかりました、うん。もうね、これはね、やってみないきゃわかんないんですけど、で、あと最後に、自分の山札とエリアカードが全部なくなった場合、要はここの手元が全部なくなった場合、言わなきゃいけないセリフがあります。はい、なんでしょう。お前はもう死んでいるって言わなきゃいけない。お前はもう死んでいる、はい、はい。それで勝利宣言でその人の勝ちです。わかりました、はい。さっき、誰も出せない状況になったら全てのプレイヤーは山札から出すと言ってたんですけど、ルール説明を見ると自分のエリアカードから1枚を選ぶということなので、そんな感じらしいです。 OK です、はい。あのね、すげえ大きなさ、おばちゃん出てきたの覚えてない？北斗の拳。あ、知ってますよ。ミトちゃんとさ、はい、コミケ行った時にさ、はい、コスプレしてる人がいたの。それの、うん、でその横にさ、ミトちゃん並んだらさ、山の不動並みにミトちゃんがでかくなってた。あのでっけえババアよりでかくなってたよ。肩のとこにリンとあれ乗ってなかったんですか？もう乗ってた、おかしくなってた。バット、バット、うん。じゃあやっていきますか。4枚まず。それではよろしくお願いします。よろしくお願いします。せーの、ゴー。おい、アカビーやないな。じゃあこれで死にたまでいきますよ。はい、よーいスタート。あ、ちっちんや。何回。せーの、アビーやー、アビーやー、カルボーン、カルボーン、やばいやばい。せーの、アリア。せーの、せーの、チンヤ。パピポポ。あ、これで引くのか。パピポポ。ない、マジでない、やばい。じゃあ、いいっすよ。どうしようかな。じゃあ、これで、はい、これで。せーの、パーマ。ヘイヘイヘイヒガチンヤ。ターバーターバーターバーシガー。お、来たぞ来たぞ。ターバー来たぞ来たぞ。バケルボーない、クソ。今の流れ良かったね。せーの、はい、いきます。はい、せーの、せーの、アビシアビシアビシヘイゲチン。はい、ストップ。北斗、友…何これ、友情ハガンキンチニア。うわぁ、アッ、北斗、選手会見。あー、アオビ、ワラバ、アビ、ストップストップストップ。北斗神拳、奥義、なんだっけ、残儀。なんとか剣。ワラバ、なんとか剣。え、いいのね、はい。ワラバ、ヒデス。ない。ないな。せーの、ワラバー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 。ないじゃん、いつか。ないよ。せー、ストップ。北斗、開骨拳。ナイス、俺のが早かった。よっしゃ。何、殺されたことに気づかなかったようだな。ターバ
死にたヒゲカッターバーパッポーかわいい、やばい。どうしますか。いや、マジかよ。お前はもう死んでいる。うそピースオブケーキ。普段のゲームより疲れる。あれですね、やっぱこれはもう次男坊のトキ呼んでくるしかないですね。あ、なんかトキさ、絶対セリフのとこ漢字でさ、え、これなんて読むんですかって止まりそうな気がしない。うん、うん、うん、なよ、お前読めなかったから戻せーって一生溜まってくるでしょ。ここに文字だらけになるの。ずっと溜まってくるでしょ。でもさ、なんかさ、こういうさ、ラオウとかのさ、こういうの見てるとさ、はい、今の親方の方って化粧回しこれになってたよ。荒磯親方、はい、はい、奇跡ですよね、はい、大好きですもん。だってインダー会見みたいなのあったじゃないですか、うん、確かね、なんかラオウのね、うん、セリフっぽいこと言ってましたよ。世に覇者は一人。違うな。もう俺の名を言ってみろ。いや、それはじゃあ引退会見でそれ言ってたよ。びっくりする。みんなあーあーってなるよね。それ多分化粧回しね、邪気がいなくてトキとラオウとケンシロウか、うん、で、なぜかキセデキはケンシロウじゃなくてラオウを締める。ラオウ、はい、まあラオウの方が好きですけど、僕も。いや、丸儲けでしょうね、北斗の拳の、うん、だって北斗の拳以外に花の刑事、花の刑事もそうでしたっけ。花の刑事もそうですよ。あー、そうです。花の刑事もそうです。だからですね、はい。まあ今日はあのこのね、北斗の拳世紀末断末魔遊戯、ちょ、見せてください。さっきデデデーンデデ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 デ You are シャーク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 。で、遊んでみました。はい、まあね、ということで、はい、本日もアベシヒヒ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 ヒ。はい、ということで本日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画もぜひご覧ください。それでは、せーの、チャオー。ハートだだだ。誰がハート様じゃ。今回も見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。いいねやコメントもらえたら嬉しいです。この他の各種情報に関しては下の説明欄に書いてありますので、よかったらそちらもチェックしてみてください。それでは、せーの、チャオ。